今日のヒロインは小学3年生岸田里乃さんとパートナーのアリス。4歳で本格的に馬術を始め、6歳の時にアリスに出会いました。見事に飛び越えます。今度はこちら、等間隔に並んだ7つの連続障害、これを飛び越えていくキャバレスティ。もう一度見てみると、なんとリノさん、バランスを養うために手放しをしているんです。アリスとの息もぴったり、まさに人馬一体。将来の目標は10位になること。小さなペアの大きな飛躍に期待です。